東京都は今日から qr コード決済を活用したポイント還元事業を始めました。au p a d 払い paypay 楽天ペイのいずれかを利用すると最大10%が還元されます。対象は飲食店やスーパー、ドラッグ、ストアなど都内およそ3。5万の店舗で都民でなくても還元を受けられます。 セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのコンビニエンスストア大手三社は含まれません。還元の上限は対象の決済サービスごとに三千円分で。四つのサービスをすべて利用すると。合計で最大一万二千円相当が戻ってくることになります。ポイント還元は原資であるとの予算九十一億円がなくなれば終了します。